日本中部地方長野県長野市稲葉稲葉は長野県長野市の市街地東南郊外の地区。郵便番号は行政区の指定がない場合380-0911。全域が長野市役所セリタ支所の管内である。地区の中央を国道18号が南北に縦走し、北部を長野県道34号長野菅平線、南部を 長野県道372号三歳大津島中五所線東通りが東西に横断する。周囲は以下の大技、町長と接する。古くは農村であったが、長野市街地までバス、車で15分前後という立地のため、周辺地区同様に戦後急速に宅地化が進んだ。現在では外縁部を除きほとんどが住宅地となっている。大技稲葉の範囲は、 おおむね1875年時点の水内郡、稲葉村の範囲に相当する。地区内の行政区、郵便番号、人口及び、世帯数は、以下の通り。地区南部では、長野県道372号3歳大津島、15初線、東通りを走るアルピコ交通、長野市循環型乗り合いタクシーの以下の路線系統が、利用できる。地区北部では、 長野県道34号長野菅平線を走るアルピコ交通、超電バスの以下の路線系統が利用できる NHK 長野放送局。ありがとうございます。